皆さんこんにちは。こんにちは。顧問の青山でございます。今日は岡山弁トランプで遊ぼうということで、30分ほどですけどお時間いただきましたので、遊び方などを解説したいと思います。その前に岡山弁トランプというものがこの世にあるということは皆さんご存知でしょうか。こんなものでございます。実は2種類ありまして、緑のタヌキ、赤いキツネじゃなくて、デーレーセットとボッケーセットという、デーレーとボッケーがついて、赤いのがデーレーセット、緑のがボッケーセットと言います。どう違うかと言いますと、デーレーセットの方が、まあ、初級編ですかね。岡山弁の中でも比較的、初級の方。ボッケーセットはそれよりちょっと難度が高い。上級じゃない、中級編ぐらいですね。いうことで、まあ、選びました。もう、岡山弁言ったら、行さんほんまに何歩でも山ほどあるんですけど、その中から、なんとか大切に残したい岡山弁というのを、まあ、前から考えておりまして、単語帳なんかも作りたかったんですけど、そこまで労力が、割けないということで、トランプにしたら、まあ、100、ワンセットで52枚ですから52個。ツーセットで104個。まあ、104個の岡山弁を、数多くの岡山弁の中から選び出すのが、まあ、大変、難しい作業でした。あれを落としてこれを入れるかどうかいうので、随分悩みましたけど、まあ、なんとなく落ち着くとこへ落ち着いたんじゃねえかなと思います。それで、遊び方の前にもうちょっと自画自賛じゃありませんけども、岡山弁トランプというのを、私なりに工夫したところをご紹介しておきますと、まず、ただ、だらだら、ワンセットの中に52個並べるんじゃなくて、ハートなら、形容詞、クラブなら名詞、ダイヤなら動詞、スペードならその他の品詞、副詞とか形容動詞とかね、そういうふうに品詞で分けてみました。だから、ハートだけ眺めると、ラッシュがねえじゃ、ジリジじゃ、やっちもねえじゃ、ボッケーじゃ、エレーじゃ、オーケーじゃ、こういうふうに、いで終わるものが揃うとりますね。それから動詞だったら、がめる、もげる、かざむ、にがる、見てる、るで終わるものが、まあ、多いですね。そういうふうに、動詞とか形容詞とか名詞とかで並べてみましたので、それでその中のクラブの中でも、1から11から2345、エースから234とな、数が増えていくに従って、トランプでも強いカードになりますけども、岡山弁でも、まあ、より、すげえ単語を数の多い方へ。だから、2のベッドコよりは、クイーンのオンビンクソの方が、まあ、強烈じゃねえかなと思うたりして、こう並べる作業も結構大変だったけど楽しかったです。それからもう一つの工夫が、例えばラッシュがねえという言葉でも、全く岡山弁知らん人は、ラッシュがねえなのか、ラッシュがねえなのか、ラッシュがねえなのか、もう、イントネーションは全然わからんと思いますので、周りに岡山弁喋る人がおれば聞きゃ済むことなんですけど、まあ、おられん場合がありますので、その方のために、アクセント記号の代わりにですね、アクセント記号といってなんか、いまいちようわからん人が多いので、音符をつけてみました。で、音符というと私は音符が読めんからな、とか言う方おられるんですけど、音符言うても、みとどうしか使うとりませんから、もう、岡山弁、高いか低いか、日本語ですから、高いか低いかで、アクセントがありますので、まあ、ラッシュがねえというのは、ラッシュがねえ、ラッシュがねえですね。音符にすると、みとどだけで書くと、みみどど、みど、みみどど、みどと書いてあります。ここに音符で書いてあります。だから、みみどど、みど、ラッシュがねえと発音していただければ、誰でも正しく発音できると。ジリーだったら、ミドドですから、ミミドですから、ジリーですね。
ミミード、ジリーというふうに発音すれば、ジリーじゃなくてジリーだよということです。そのように、発音記号も、音符という形で入れたのも一つの工夫ではないかと自画自賛しております。まあこんなわけで、岡山弁トランプ、まあ2セット、2セット、デイレイセットとボッケーセットで出しました。ほんでまあ実際手にしてくださった方が、どうやって遊ぶんですかと聞いてこられました。どうやって遊ぶよ、あんた七並べせられとか、ババ抜きすりゃ映画とか、ポーカーでも使えるよとか、トランプですから、岡山弁があろうとなかろうとトランプですんで、まあ基本的にトランプとして使ってもらえや縁ですけど、それだけじゃ、つまらんので、ついでにですね、岡山弁をトランプ遊びをしょるときについでに手札を眺めて、岡山弁と、標準語、共通語と発音記号が書いてありますから、これでその都度覚えていけば、トランプを七並べをしながら岡山弁が覚えられると。まあ、それで縁じゃねえかなと、とりあえずは思いおりましたけど、せいじゃ、面白ねえな。なんか、せっかく岡山弁のトランプなんだから、岡山弁トランプならではの遊びをなんか作った人が責任を持って考えと言われたんで、なんか苦し紛れに考えました。まあ、一つは誰でも思いつくと思いますけど、カルタと同じで、この札を表向きにして、机の上にバーッとばらまきます。カルタ取りと同じです。ほんで、カルタ取りをするわけです。どうやってやるか言うたら、読む人がいますね。読み手がいりますね。で、普通のカルタだったら、絵札と読み札とありますから、絵札をばらまいといて、読み札を読むわけですから、まあ、ワンセットあれば遊べるんですけど、岡山弁トランプは、52枚のトランプに岡山弁が一個ずつ書いてありますから、ブワーッと全部巻いたら、読み札がねえがなということになるんですね。読み札、机の上にばらまいたがない。読み札と、絵札がね。絵札というのは真ん中の岡山弁。読み札というのはその下に書いてある、小さい字で書いてある共通語。共通語が読み札。で、取るのが絵札の岡山弁。ということはどういうことかというと、読む人は、やつれる。ここにやつれると書いてありますが、やつれると言って読むと、散らばっとる札の中からやつれるを探したんじゃダメですよ。やつれると聞いたら、あ、岡山弁なら、がめるという札を、取らんといけんと。これ結構難度高いんですけどね。結構盛り上がりますよ。もうギャーギャー言いますよ。みんなやってみたら。標準語、共通語の札を読んで、絵札に当たる岡山弁カードを取るという。まあ、カルタ取りの理屈です。ほんで、その手元に読み札がねえがなという方のためにどう言うというかというと、もうワンセット買えと。今これが一番嬉しいんですけど、もうワンセットことで2セットあれば、ワンセット読んで、ワンセット取ると。まあ、それが一番私の願いなんですけど、まあ、そうもいかないという方のために、箱の中に解説書が入っておりますので、解説書は岡山弁と標準語と、その意味の解説ですね。なんでそういうかという。その一覧表になっておりますから、この、解説書を読めばいいということ。解説書の中の共通語のところを読めば、大胆な、言ったら、王道な、いうのを取ればいいわけです。不人情な、と呼んだら、スランコーナ、という札を取らなきゃいけないわけです。結構難しいですよ。難易度が高いですね。けど、岡山弁が好きな人なら、きっと盛り上がると思いますし、聞いたことがねえとか、いや、どういうんだろうとか、その都度悩むこともあると思いますけど、ぜひお試しください。まず、それが、遊び方のその1です。カルタ取り方式。次が2つ目です。もう2つしかありません。2つ目が、ババ抜き方式です。ババ抜きかな?ババ抜きでもねえけど、要するに裏にして、岡山弁トランプの一束を裏にします。裏にして山に、テーブルの上に山の上に積みます。積んだら交互にめくります。で、めくった人がそこに書いてある岡山弁を読みます。読んだら引いた人じゃない他の人がそれの、
意味を、共通語の意味を言うという。言えたらその人に、一番早く言えた人にカードが渡ると。誰もいなかったら引いた人のものになると。ですから、まあ、例えば引いてみてね、おめる。と言って読んだら、恥ずかしがるとかね。恥ずかしがる。言って、一番に言わんといけます。言うたらもらえます。めくってみます。ひょろどう。よろする。よろめくことですね。これ、よろめくとか、よろよろするとか、いろんな言い方があると思いますけど、まあそこら辺は、判断で、みんなの協議で、今のはちょっと違うじゃろうとか、今のは大取るじゃろうとかいう、審判がいると思います。まあ、なんとなくわかると思います。めくります。どしゃげる。どしゃげる。激しくぶつかる。ね。そういうふうにいきます。こうやって、ババ抜き方式でね。こうやって、世話はねえ。世話はねえ。大丈夫だ。ね。ノープロブレム。とかね。英語で答えてもいいですよ。問題ないということですね。世話はねえ。世話はねえ。このように、ババ抜きのような感じで、次々にめくって、岡山弁を読んで、それの意味を、だからまあ、共通語を読んで、それを岡山弁に直して、札を拾うカルタ取り方式と、岡山弁を読んで、それの共通語の意味を言う、まあ、ババ抜き方式と、二通りしか、まあ、私の頭では考えられませんでした。他にいろいろ遊び方が多分あると思うんですけど、皆さんぜひ工夫してですね、独特な遊び方を開発されたら、ぜひ私に教えてください。まあ、少なくとも七並べには使えますから。最悪でもね、ババ抜きに使えますから。で、ちょっと岡山弁、せっかくですから、クラブの中の名詞をちょっといろいろ言うていきますから、皆さん、岡山弁言いますから、大きな声でその場で、共通語で、直して叫んでください。いいですか？いきますよ。岡山弁言いますから、共通語で、大きな声で共通語に直して叫んでください。大暗号。声が出てますか？大暗号。大バカ者ってちゃんと言ってくれましたか？大バカ者。暗号というのはバカ者、バカタレのことですからね。大暗号と王がついてると大バカ者ということになります。岡山市はバカ者のことを大暗号と言います。まあ、言うのは好きだけど言われるのは嫌いな人が多いと思います。次、意味わかりますかね。手号。手号。手伝い。いいですね。手伝い。ちょ、手号してくれ。とかね。よう使う言葉だと思います。これわかりますかね？八頭字。聞いたことありますか？ある人とない人がおると思いますけど。八頭字いうのはね、野菜についたりする害虫のカメムシですね。臭い虫。臭い虫。カメムシのことを岡山にした八頭字いう人が多いですね。害だとか芸だいう人もおられますけど、ゲーダか八頭寺が岡山では聞かれます。八頭寺いうのは吉永の方に八頭寺ふるさと村いうのがあって、八頭寺というお寺があって、あそこと関係があるんじゃろうかねんじゃろうか言うて結構謎なんですけど、私はあるんかなと思いやりましたけど、どうやらなさそうですけども、たまたま偶然らしいです。まあ八頭寺というとカメムシですから覚えておいて。じゃあ統治かわかりますね。これは統治か。統治かはわかるでしょ。もう私らトーチカ子供の頃よう釣りに行って遊びおりました。トーチカ釣りがもう子供の最高の娯楽でしたね。今みたいにゲームもないし、何も遊ぶもんないからね。トーチカ釣り行きおりました。スルメとか紐につけてぶら下げて田んぼに行ってな、ハサミでぶら下がってきますから釣り上げる。ザリガニですね。アメリカザリガニのことをトーチカと岡山では言いますね。なんか、なぜか。統治家言ったらロシア語ですからね。もともとロシア軍、日露戦争の時に日本軍が苦戦したコンクリートで作った陣地ですね。向こう隠れて機関銃バリバリ撃ってくる硬い基地ですよ。
小型のね。それが、攻めても攻めても、苦労したもので、それに似とると、アメリカザリガニの巣がね、田んぼのあぜ道に、ロシア軍の要塞みたいな穴を掘って、固めてね、そこにおるから、ドーチカイという名前がついたらしいんだけど、なんか、岡山の辺しか言うてないんでね、岡山の人がなんでそんなやたらロシア語の統治下に詳しかったのか不思議ではありますけど。次、これわかりますかね、まあ、動物ばっかり言ってる。ハミ。ハミってわかります？ハミ。ハミ。ハミ言うたらもう噛まれたらやばいやつで、マムシのことですね。マムシ、マムシ、ハミ。うん、じゃあもっと分かりやすいやつ。アシタリ。これ分かるでしょ、アシタリ。岡山の人は明日のことアシタリ言うと言いますよね。リがついてね。わざわざリをつけてね、アシタリ。アシタリは休みじゃとかね、アシタリは晴れるかのって、リをつけて言う人はたくさん年配の方におられますから、気をつけて聞いてみてください。イランのですよ、アシタでいいのにね、ヨーサリユ、夜のことをヨーサリユと言いますから、明日もアシタリユはにはいけんのじゃろうかなと思って、勝手にリをつけて揃えたらしいですね、どうもね。いらんことしておりますね。せんでもええことしております。アシタリ。これわかりますかね、サムサム。サムサム。サムサムが出た。とかね、ゾンゾがついたで。とかね、ゾーッとして鳥肌が立った。ね、ゾンゾがついてサムサムが出た。ゾロッとすることゾンゾがつく。鳥肌のことをサムサムと言いますね。オンビンクソ。オンビンクソわかりますか？言われたらちょっと辛いですね。臆病者のことですね。オンビンというのは臆病なということでね、それにクソがついておりますからね、ちょっとバカにしておりますね。タレがつくことも、オンビンタレとかね、オンビンクソとかね、なんかタレじゃクソじゃなんかいろんなものをつけたがりますね、岡山の人はね。オンビンなとも言いますからね。オンビンが、臆病なということです。韓国にウォンビンいう俳優がおりましたけど、ウォンビンとは関係なさそうですね。ベッドコ。ベッドコ。それもまあ、子供の頃よう聞いたと思います。運動会でね、かけっこしたらベッドコだった。ビリのことですね。ドンケツ、最下位のこと、ベッドコ。チャラガキ。チャラガキいうのも、岡山の人ならわかると思うんですけど、いい加減に適当にね、あまり本気でなくていい加減にチャラチャラと書くことを、チャラガキと、みんな言うと思いますけど、秘密の県民省でやっておりましたけど、チャラガキという言葉は、日本中で岡山県民しか使わないと言うとりました。チャラというのは日本中ね、チャライとかチャランポランとかチャラオとかみんな言うんですけど、書くことについてチャラをつけたチャラ書きという単語は岡山でしか使われてないと。秘密の県民省でやっておりました。ちょっとびっくりしました。ということはよその県の先生は子供がいい加減なレポートを提出したときに、岡山の先生ならお前こんなチャラ書きで終えるか、チャラ書きじゃ終えんで、とか言ってピッと短く叱れるんですが、チャラ書きという言葉がよその県にはないそうですので、よその県の先生はどう言うて怒っとんじゃろうかと、非常に心配になりますね。君、こんな適当なことをいい加減に書いてはダメではないかと、そう言うしかないですね。チャラ書きじゃおえんで、とか、ビッと短くピシッと怒れない。他県の先生はちょっと不便だろうなと思います。だから岡山のチャラ書きをね、日本中に輸出してですね、日本中の人にチャラ書きを覚えていただきたいなといつも思うとるわけです。まあ、そんなわけで、名詞、今のが、ボッケーセットの名詞、クローバーですね、名詞でしたね。形容詞も言っておきましょうかね、ちょっとね。形容詞。代表的なやつ。
でもないか、8だ。ハートの8だから、やっちもねえ。やっちもねえは、皆さんよう使われると思いますね。しょうもないということですね。くだらないということですね。やっち。語源もいろいろあるんですけど、まあ、ちょっと説明が長くなるんでやめておきます。これはもう簡単ですね。えれい。えれいいうのはね、岡山ではね、しんどいという時に使いますね。今日はもう朝から、えれい。なんかよそじゃあんまり言わんみたいで、他県に行った時に、えれいんじゃーって言ったら、何がそんなに偉いんだってね、社長じゃないのにとか、偉いというとね、偉そうするの偉いとしかないところが多いので、岡山みたいにしんどい時にえれいというのを、びっくりされるという笑い話は、時々、今でも耳にします。生薬するいうの分かりますか？生薬する。生薬する。そうね。デーコンもろたけ、ちょっとデータコ置いてあるけど、ちょっと生薬しててくれ。土がついたりね、ひげ根がまだ残っとったりして、それをもうちょっときれいにして、料理できる寸前まできれいに整えておくことを生薬すると。割に普通によう耳にするんですけど、なかなかね、語源がようわからんかったんですけど、ある時、わかりました。風呂に入ることだそうです。総浴というね、古い言葉があるらしい。だから風呂に入るのを総浴と、人間がですね。人間が風呂に入る。総浴、大根を風呂に入れるということですね。水風呂に、きれいに洗うということですね。らしいですね。生薬する。頭が悪いってわかりますか？ん？頭が悪い。頭が悪い言ったら、標準語だったら、バカだということですけど。そうじゃないですよ。病院のね、待合室でおりますとね、じいちゃんばあちゃんが入ってきてね、会話をしております。今朝から頭が悪いんよ、って言ったら、いや、大丈夫、昨日寝れんかったん、とか、頭が悪いって、そういう時に使いおりますね。要するに頭痛がするいうことですね。朝から頭痛がするんよ。今朝から頭が悪いんよ。おめえずっと悪いがな、とか言わないでくださいね。頭が悪い共通語はおバカであるということです。岡山じゃ頭痛がするという意味ですからね。誤解を招く。だから心配してね、どうしたら頭が悪そうななって心配してもらったのにね、なんじゃいと怒らんようにしてください。もげるいうのわかりますか？もげる。もげると言うと、ね、共通語だったら物がボロとコーヒーカップの取っ手がもげたりね、するんですけど、岡山でもげるというと、ちょっと違いますね。皆さんも言われたことないですか？カラオケ歌いよったらもげとるでーとか、おめえもげとるが、おめえの歌もげ節じゃーとか、よう言われましたけど、もげるというと岡山では音程が外れることです。これもちょっと独特だと思いますね。もげる。共通語では物がボロッと壊れる。岡山じゃ音程が外れる。はい、ということで、いろいろ面白い単語があると思います。まあ、このように、めくったりね、カルタ取りのようにして、遊んでいただけたらいいんですけど、何しろワンセットで52個しかありませんので、もう基本中の基本というか、必須中の必須ですんで、ぜひ、2セットね、2セット並べてカルタ取りをするとか、恐ろしいことをやってみていただけたらと思います。そんなところで時間のようですので、ここまでとさせていただきます。ぜひ実際にカルタ取り、幅抜きをやってみてください。今日はありがとうございました。あと20分プログラムをお楽しみください。失礼します。